づきの民の娘よ、この程度で私に挑もうなど、よく思い上がれたものだな。あんたなんで？あなたの大切なものを奪った鬼切り部としての最低限の償いです。そして何より向こうの人を鬼より守ることこそ鬼切り部に課せられた本来の役割。気にすることはあります。どうやら内臓とあばらをやられたようです。一応防いだつもりだったんですけど、まさか折れず錆びずのこの糸がこうもたやすく折れるとは思いませんでした。少子、我が僧を斬った雨の母切りとてその刃を欠いたのだ。その程度の太刀が折れずに済もうか。うずき、恩に着るよ。千葉島の鬼切り役の証を、あんたがその太刀を犠牲にして守ってくれたものは私にはかけがえのないものなんだ。ケイ、宇月と一緒に下がってな。今さら逃げられると思うかい？全力で逃げるにしても怪我したうずきを放っていけるかい？そんなことは。
できないだろ。だったら戦うしかないのさ。私が引いたらあんたは確実に奴の餌だ。雨雲？いや、ああ、月が、月が。こんな時にまであんたは私を見放すっていうのかい。まあよい。我ら鏡の一族とて月より長き命を得ている者だが、お主ら水木の者ほど影響は受けておらん。さて、ほう、ニエが神に抗うか。私、神様なんて信じないことにしたから。こんな時にサクヤさんをいじめるような神様なんていらないから。お願いだから、咲夜さん。負け犬風情に何をもらうというのだ。見ろ、その情けないありさまを。置き去りにされたことを。
ラさん。ああ、今になってわかったよ。私が生まれた夜もこんな夜だったってこと。夜食の夜に生まれた娘、まさか、まさか貴様、貴様の力は月神によるものではなく。今日が満月だろうが新月だろうが、そんなことは関係なかった。その荒ぶる弟神、我が僧を討ったラゴーの力か。私は最後の瑞希の民としてじゃなく、単なる一人の私として剣を守りたいってだけなんだ。
星の光は遠い昔のもの、寒い空飛び続け、長い道のり越えてたどり着いた私たちの先達。月が傾き夜が幕を引いて、鮮やかに色づいた世界の中で、あなたと目覚めたら立ち上がり歩き出そう。地平線朝日に霞む、この道はどこまで続いているのだろう。今もまた明日に向かって、太陽が昇る場所へ、あなたと二人で行きたい。光の差し込むよし、こんなものかね。さくやさんの荷物、これだけなの？うん、仕事用の機材は別のところに預けてあるからね。でもね、私は邪魔なものはスパッと捨てられる片付け上手だよ。それにしても重いな、これ。それは私が持つよ。いいよ、大丈夫。
アルバムだよ。さすがに私ぐらい長く生きるとすごい量になるからね。環境設定を保存するけど、いいよね。